三桶、小模造の歌合わせ。狂言、イグイに登場する三桶。八家本、三儀の入った三袋を手にしている。三桶、三桶は、中世、近世の日本に存在した占いの手法であり、及び、それを行う者とその職能である。音名師、駅博士に比して、占い師としては仮想であり、街頭で声を上げて、客を引き、三儀を使用して、 占いを行った一種の芸能者である。占い屋さん、占いさん、占い桶見通しとも言う。農狂言、幾位の登場人物、三桶として知られる。日本の歴史上、三桶に相当する職能の人物が登場したのは、比較的早く、822年頃に成立したと言われる、日本国原法全悪霊域には、奈良時代の平常をに、すでに、 愛八揮読みが存在した胸の記述がある中世、後期には三桶の名称が定着し、奉仕、あるいは山伏の衣装を着て、街頭で、占い屋さん、占いの御用と大声を上げて流し歩き、客を得ては、三義を使用した、音苗道系統の占いを行って、金銭を得た。狂言、幾位の古名とされる、隠れ美のが15世紀半ばの1464年に、 ただし川原肝人猿学日記に記載されており、脳の世界ではすでに三王家はからかわれる対象として描かれている。三王家が占う行為を三王くと言い,い、三王くことの名詞型が三王家、三王家である。幾位において三王家は不思議な頭巾を用いて姿を消した少年、幾位の居場所を三義を使用した三術によってぴたりと言い当てる。幾位に見られる。 三王家は、塩ビズキンをかぶり髭を生やし、八家本、三味の入った三袋を携帯している。15世紀末の1494年に編纂された、32番職人歌合わせの冒頭には、いい足気味なるものとして、小物像と共に、三を、木として紹介され、描かれている。この歌合わせに乗せられた歌は、というもので、三王家が、街頭での仕事場所として、 腰程度の大きさしかない小型の小屋を仮に建てている姿の絵と共にこの職業を描写している。三書は三女にかけた語であるとされ、今泉八尾はこの三桶を三女小文史であったのだろうとしている。1682年の湯原三角、公職一大男には、安倍の劇といえる世界見通しの三桶が申せしはというフレーズがある。1700年の 俗教元気に掲載された、育位には、占いさん、占いの御用、しかも上手という三王家の客寄せの掛け声が引用されており、これは1792年の大倉とラの編纂による、育位では、占い屋さん、占いの御用、しかも上手となっている。育位での三王家は、税産大きが参る。一三を稼ぐと存ずるとして登場し、三王家の占いの姿が演じられている。 千七百十二年の地下松門左衛門の人形浄瑠璃、大名山場では、巫女山伏に、占い屋さんと、当時のが愛盗に立つ怪しい人物を列挙している。グレゴリオ歴千六百九十三年七月十九日付の、江戸の人口が、聖だからこと6に記録されているが、この時三十五万三千五百八十八人とした、その人口の計算対象から、恩名詞ことぶれ、 山伏、官人、座頭、五世、同心等と共に三王家も除外された。江戸時代後期に入ると上記のように三王家の子も続くが、むしろ八家見、八家王家と呼ばれるようになる。1803年、山、東京殿が公表し、理科山見通し座敷を上司している。辻浦は、喫境判断の原理が三王家とは異なり、別物である。 ありがとうございます。